城さんもっと多分お給料を毎月いただいてるんじゃないかなと思うんですが、ね、では続いて介護福祉について、はい、触れていきたいと思います、はい、介護福祉城さんどんなお仕事か、もう本当にやっぱりこう大変な仕事じゃないかなっていうイメージがやっぱ僕らはありますね、はいはい、やっぱりそういう声がかなり大きいなと我々もこう感じておりまして、そうですよね、なんか番組に来られた時もそういう話はやっぱりありましたけども、はい、やっぱりそのお給料が安いんじゃないかとか、はいはい、そういう不安っていうのも結構あるような気がするんですけども、そうですよね、実際どういうのかっていうのをちょっと知りたいですね。はい、わかりました、うん、ではまずこう仕事内容といいますか、はい、まあ、どういう、こう魅力があるかというところなんですが、はい、多分こう介護福祉の仕事をイメージされる方っていうのは、ね、まあ、例えばこうトイレのお世話とか、はいはいはい、食事の配膳というか、多分そういうところはこうイメージとしてあるとは思うんですが、はい、もちろんそれだけじゃなくて、生活にこう関わること、はい、もういろんなことありますよね、うん、日常生活を生きていく、はいはい、まあ、そういった支援、全ての支援を通して、うん、まあ、利用者さんとかの喜びとか生きがいを生み出していくと、はい、まあ、それが介護福祉の仕事の一つとしてありますし、はい、それがまた自分のこうやりがいにもこうつながってくる。そうですよね、これはもう機械とのだからその仕事じゃないわけじゃないですか、はい、人間対やっぱり人間っていうところで、まあ、もうなんか想像できない喜びというものは生まれることってありますもん ね、 うん、ここは機械だとこうできない部分、そうですよね、うん、そういったところにこう人間が、はい、人間の力を使っていくというところがまたこの介護の仕事の魅力的な一つの要素でもありますよね。はい、で続いてこう、はい、給料の分ちょっと今出てしまいましたが、給料いきますか。給料が気になる声が、はい、ですね、大きいです。はい、一番じゃないですか。一番危ない危ない、ね、そうですね、介護のこうお給料ってやっぱり低いイメージもあるんですが、うん、まあ、今四郎さんもしくはこう YouTube をご覧の皆さん、はい、今多分介護の仕事のお給料ってこれぐらいなんじゃないかなっていうのが頭にあると思うんですよね、うん、それを思い浮かべながら次のスライド見ていただきたいと思います、はいはい、こちらです。介護職員の平均給与、はい、介護福祉平均給与が307,100円。これは どうなんですか、その20年勤務したらこれぐらいにやっとなるみたいな、はい、というよりも、もうこれはもう全体のこう平均というか、ですね、はい、はい、で30万そうなんですよ、はい、で介護の仕事ってその無資格でも働ける職業でもあるので、はい、一番下の方にこう無資格の方の平均給与だったりとか、まあ、この介護福祉との間には実務者研修とか、はい、初任者研修といいます、それぞれの過程があるので、はい、まあ、それぞれこう段階を分けて表しているんですが、はい、やっぱりこう無資格の方の場合と介護福祉の方の場合のこう給料の差ってすごくないですか。そうですね、まあ、その一月で換算するよりも、まあ、年間とか、はい、まあ、その中で10年間で考えたりとかすると、うん、やっぱこの5万近くの差というのは相当大きくなってきますよね、うん、もう、はい、僕の周りはこんなんもらってないですよ多分、はあ、結構な金額なんですね。そうなんですね、うん、はあ、思ってたより全然高かったです。そうですね、はい、やっぱりこの給料が低いというイメージがどうしてもあるので、うん、はい、やっぱりそういった部分も徐々にこう介護職員の処遇改善手当とかも、まあ、国の方から、はい、まあ、介護の仕事をしている方のこう待遇処遇をこう上げようということで、うんうんうん、いろんなこう取り組みが増えてきている中で、はい、こういったこう待遇の改善なんかも進んできているので、変わってきているということですね、はい、うーん、まあ、四郎さんもっと多分お給料を毎月いただいているんじゃないかなと思うんですがそういったところにも近づく。いや違う、全然ですよ何分の1かですよ、もうこれでも想像とはちょっと違いますよ ね、 いますよね、はい、これもまた一つ参考にすごくなると思います、そうですね、これやっぱりお金のところっていうのはまあリアルに大事なところだとは思いますので、うん、はい、これはぜひ皆さん覚えておいていただいて、ね、まあ、いろいろな人にこうお伝えしていただきたい内容ですよ ね、 ですね、はいはい、こちらのデータはですね下の方に書いてるんですが、厚生労働省の方からデータをこう引用させていただきました、はい、じゃ続いてキャリアアップに関する職種、キャリアアップに関する話ですね。なるほど、はい、
介護福祉を取って終わりじゃないですね。もちろんここから上がっていく、そこからがスタートですね。ほう。で最終的には、まあ、生活相談員とかケアマネージャーさんとかを経て、施設長をこう目指すキャリアアップが介護の場合もあるわけですね。介護の仕事って聞くとやっぱりどうしても何かそのずっと現場じゃないかっていう、まあ、まあ僕はそういうイメージでしたけどね、はい、あるんじゃないかなと思うんですが、これもやっぱりこう一般企業と同じように、やっぱりこう役職もそれぞれあったりとか、はあはあ、まあ、最終的にこう運営管理側の方に回っていける職種であることは間違いないですので、はあ、介護の仕事もこう同様にこういう、まあ、最終的にはこう施設長だったりとか、まあ、役職をこう目指していけると。うん、こうそれ知らない人多いんじゃないですか。そうですよ ね、 ね、もう介護士になったらもうその仕事だというイメージありましたけど、そこからもまたステップアップすることができるということですね。はい、もちろんこう上がっていくとそれぞれやっぱり待遇とかまず変わっていきますよね。そういった意味でもこうますますこう将来性のある、そう、もうやりがいも出てきますね。はい、はい、ということが一つ言えますね。なるほど、はい、はい。